大韓航空6316便墜落事故は、1999年4月15日に、上海からソウルに向かっていた大韓航空貨物6316便が、公共空港から離陸した直後に墜落し、乗員3人全員と地上の5人が死亡した事故で、ある。旅客機時代の事故機事故機は、プラットホイット 2PW4000 エンジンを3機、搭載した。 マクドネルダグラス MD-11F でシリアルナンバー48409登録番号 HL7373 であった。1992年2月に旅客型の MD-11 として製造され、1992年3月24日に大韓航空に納入された。1996年に 貨物型の MD-11F への改修工事を行った。6316便は86トンの貨物を乗せて午後4時頃に上海公共空港から離陸した。54歳の機長と35歳の副操縦士と48歳の航空機関士が乗務していた。離陸後、副操縦士は完成に連絡し1500メートルに上昇する許可を得た。 航空業界では高度の単位にはフィートが使用されるが、中国やロシアではメートルが使用されている。6316便が4500フィートに上昇すると、副操縦士は機長に許可されたのは1500フィートであり、4500フィートでは3000フィートも高すぎると話した。そのため機長は操縦桿を急激に押し下げた。機体は、 毎分34000フィート以上の速度で降下した。機体は急降下から回復できず、午後4時4分に、公共空港の南西10キロにある、層の工業地帯に墜落した。機体は爆発して炎上し3人の乗員と地上の5人が死亡した。墜落の衝撃は、近くの地震観測所により記録され、マグニチュード1.6ほどの衝撃だったことが分かった。 1999年4月27日、一時調査で墜落前に爆発や操縦系統の故障はなかったことが明らかになった。2001年6月、中国民用航空局が行った調査によると、副操縦士は高度1500メートルを1500フィートと混同し、機長へ高度が高すぎると伝えたために、機長が誤って急降下したと結論付けた。 ありがとうございます。